すいません、駅員さん。はい、どうされました？こちらの団体乗車券、払い戻しをお願いします。え、いいんですか？修学旅行が中止になってしまいまして。そうですか。あいつら、しおりを作って、楽しみにしてるんです。中止になったなんて、言えないですよ。先生も辛いですね。はい、辛いですし、悔しいです。一生に一度の修学旅行ですから、どうにかして行かせてあげたいんですけど、僕たちじゃ、どうすることもできなくて、私たち駅員も修学旅行へ向かう学生さんたちがとびっきりの笑顔で改札を通っていく姿が見られないのが残念です。はい、あいつらには今行くことに意味があるんです。だから今は我慢しろとか、またいつかとか、そんなことは言いたくないんです。そうですよね。あ、先生、この切符は持っておいてください。え、でも有効期限は学生さんたちと修学旅行へ行けるまでにしておきます。駅員さん、必ずまたそんな普通だった日々が戻ってきます。先生、望みは捨てちゃダメですよ。はい、栗浜行きやまらかしとします。降りるぞ。おい、どけ。おい、クソガキ、イヤホンを外せ。今すぐイヤホンを外せ。これ補聴器です。なんだよ。すいません。紛らわしいから外せ。なくたってちょっとは聞こえるんだろ。おいごらてめえ、てめえはメガネ外せんのか。え、外したらほぼ見えなくなるわ。だったら同じことだろ。補聴器を外したら全く聞こえない人だっているんだよ。目が悪ければメガネをする。同じように耳が悪ければ補聴器をする。メガネも補聴器も一緒だよ。これからもっと理解を広げていってください。はい、そこ僕の席なんですけど。え、何言ってんだよ、ここは自由席だぞ。いや、でも他にもどっか空いてんだろ。あっち行け。あ、すいません、お客様。え、この新幹線は修学旅行専用車両となっておりますので、次の新幹線をご利用いただいてもいいですか？修学旅行だと？こんなご時世にのんきなもんだ。なんでそんなバカたちのために俺が降りないといけないんだよ。ようやく行けるようになったんです。邪魔しないであげてください。俺は仕事なんだぞ。こんなガキたちとは違って、日本を支えてるんだぞ。そんな俺に行くなって言うのか？そういうことではなく、次の新幹線がすぐ来ますので。俺は降りんぞ。修学旅行なんて中止にしろ。おいごらてめえ、勝手なことばっか言ってんじゃねえぞ。修学旅行に行くな。学生さんたちが今までどんなことを犠牲にして今日まで生きてきたのか分かんのか？知れねえよ。学校のあらゆる行事が中止になり、友達と会えない日々だって乗り越えてきた。その生活は当たり前に過ごしてきた大人じゃ想像もつかないぐらい辛かったことだろう。それを得てようやくみんなで最後の思い出作りに行こうっていう時なんだよ。うん、どうかこれ以上辛い思いをさせないであげてください。あー、なんか腹減ってきたな。そばでも食ってくるわ。はぁ、駅員さん、おかげさまで念願の修学旅行へ行きます。ありがとうございました。いえいえ、今日は皆さんに光が当たっていますから、皆様の声がこだまするほどに楽しい旅にしてきてください。その望みを叶えるのが私たちの仕事ですから。はい。ん？なるほど、初めてのお使いかな。最初は4番に乗って TY に乗り換えて横浜。ソスケ大丈夫かな。この電車に乗って着いたら TY に乗って。着いた。 TY はどこだ？東横線の横浜方面なんだけど、わかるかな。小柳だ。待って、あれ逆方面じゃない？ソス、頑張れ。あれ、横浜がない。どうしたの？これ横浜つかないんですか？そうだね、横浜だと反対だね。戻れないですか？大丈夫だよ、次の駅で向こう側の電車乗ろうか。いいんですか？お兄ちゃんが伝えとくから安心して。ほら、行ってらっしゃい。乗りまーす。ソスケ、ママすごいじゃん、一人で来れたね。うん、もう一人で行けるもん。ご乗車ありがとうございます。ありがとうございます。お客様、何かございましたらお伺いしますよ。あ、新幹線に乗りたいんですけど場所がわからなくて。新幹線乗り場ですと右手のスロープを登った先にございます。どちらまで行きますか？新大阪です。次の光で行かないとで。では13番線ですね、お気をつけて。ありがとうございます。西海さん、潮行き光号乗車の方一人向かわれてます。こちら西海、了解です。おい、お前
はい、困ってるお客様ってわからなかったか？あ、すいません。困ってるお客様の動きや表情に気づき、お声かけができるか、それがプロと素人の差なんだよ。お前もお金もらってる以上はプロなんだからな。はい。お弁当やお飲み物、アイスクリームはいかがでしょうか？あ、ちょっといい？はい、お伺いします。普通のコーヒーもらえる？かしこまりました。では320円でございます。はいよ。ちょうどお預かりします。ではこちらコーヒーですね。ああ、あっちあっちあっち、申し訳ございません。大丈夫ですか？え、やばいやばい、どうしよう、落ち着いて。私黒い服でよかったよ。え、俺は大丈夫だから気にせずに。本当に申し訳ございません。タオル使ってください。やけどはされてませんか？お姉ちゃん大丈夫だって。むしろいい湯だったよ。申し訳ございません。お詫びだけでもさせてください。お詫び？じゃあこれからも俺にコーヒーを入れ続けてくれよ。何事もすぐに結果は出ないから、お姉ちゃんのペースで焦らずやっていけばいいんだよ。ありがとうございます。すいません金さん。どうされました？ボールペンをいじってたらバネがどこかに飛んでってしまいまして。バネですか？はい。すごく小さなものなので見つかる可能性は低いですね。そうですよね。はい、諦めてください。はい。お兄ちゃん一緒に探そうか？え、わざわざ探してほしいってここまで来てるんですから。大切なものなんですよね。はい、おじいちゃんの形見なんです。聞いたか？すいません。たかがバネだけど人によっては大切なものなんだよ。はい。お、山田、この後耳の不自由なお客様来るから頼んだぞ。昔よく来てた佐々木さんですよね？お、そうだよ、よく覚えてんな。このご時世になってから来てなかったですよね。いろいろあったんだろうな。とにかく頼んだぞ。はい。佐々木さん、お久しぶりです。確か佐々木さんって少しは耳聞こえたよな。筆談にしなくてもいいよな。お待ちしておりました。本日なんですけども、台風の影響で静岡行きが浜松行きに変更しておりますので、浜松で隣のホームで乗り換えて静岡まで行ってくださいね。お手洗いなどは大丈夫ですか？じゃあホーム行きますか。切符はあらかじめ車掌さんに渡しておきますね。お帰りの際は静岡駅にご連絡お願いしますね。え、佐々木さんどうしたんですか？山田、何があったんだ？佐々木さんが急にしゃがみ込んじゃって。佐々木さん、お、山田、なんで筆談で対応してねえんだ？え、佐々木さんって少し耳が聞こえてたはずですよね。聞こえないんだよ。だって前は普通に。マスクだよ。今まではマスクなんてなかっただろ。だから佐々木さんは俺たちの口の動きや表情を読み取って会話を理解してくれてたんだよ。え？お前は当たり前に聞こえてると思ってたのかもしれないけど、佐々木さんはたくさんの努力をしてたんだよ。佐々木さん、マスクが当たり前になった今、佐々木さんは不安でいっぱいなんだよ。だから共に寄り添って乗り越えていかなきゃダメなんだよ。佐々木さん、ごめんなさい。それじゃ伝わんないだろ。あ、ふー、痛かった。あれ、ご乗車ありがとうございます。すいません金さん。どうされました？この辺にいた学生たちどこに行ったか分かりますか？あー、拓庵中学校ですか？そうです。先ほど新幹線で出発されましたよ。え、そんな、僕もそこの学生なんです。どうしたらいいですか？先生に連絡取ってもらわないとこっちも何ともできませんよ。そんな、楽しみにしてたのに。お兄ちゃん、こっちおいで。え、次の望み乗っちゃおっか。先輩ダメですよ、そんな勝手なこと。細かいなお前は。とりあえず任せとけって。知らないですよ。よしお兄ちゃん、この望み乗ったらみんなより先に東京駅着くから改札で待ってるんだぞ。ああ、はい。先生には車掌さんを通じて連絡してあるから安心しろ。とりあえずこの切符証明しとくから降りるとき駅員さんに渡して。ありがとうございます。いつの間に。ほんじゃ楽しんでこいよ。行ってきます。先輩、いつの間に連絡を？あの子がお前に話しかけた瞬間、さっきの団体の一人だって気づいてな。なるほど、僕だけだったら追い返しちゃってました。そうだな、もうちょっと相手のこと考えてやれよ。はい。お客様へお詫び申し上げます。なんだ？本日台風の影響でダイヤが大幅に乱れております。到着遅れますことご了承ください。ふざけんじゃねえよ。
おい、キン。はい、どうされました。こんなに遅れやがって、日本の鉄道はそんなもんか。申し訳ございません。台風の影響でして。そんなことは知っているんだよ。他に謝り方はないのか。申し訳ございません。金返せ。はい。切符代を返せって言ってんだよ。お客様、申し訳ございません。払い戻しは2時間以上遅れた場合でしかできません。なんだと ?1 時間半も遅れてんだぞ。こちらがルールになっておりますので。こんなに遅れるんなら電車で来るんじゃなかったわ。すみません、あの駅員さん。はい。本当にありがとうございました。ん？台風の影響でバスや飛行機が止まる中、電車だけは走ってくれて、そのおかげで今日ここまで来れました。本当に感謝してます。あ、ありがとうございます。え？これから家族でひーばあちゃんのお墓参りに行ってきます。はい、遅れて申し訳ございませんでした。いえいえ、大事な時に目的地まで運んでくれる、それだけで十分です。ありがとうございます。俺もじいちゃんの墓参りでも行ってくるか。行ってらっしゃいませ。はい、ドア閉まります。あっぶねー、間に合った。あれ、下高井戸って急行止まるっけ。え、次の停車駅は明大前でございます。やっぱ止まらないじゃん。すいません、車掌さん。どうされました？下高井戸に行きたかったんですけど、これ止まらないですよね。そうですね。今日が入学式なんです。遅刻なんてしたら遅刻したやつって覚えられちゃうじゃないですか。はぁ、あ、車掌さん、助けてください。あー、わかりました。明大前で接続取ってみますね。お願いします。え、こちら2306車掌、5525車掌取れますか。こちら5525車掌、どうしました？下高井戸に行きたかったのに急行に乗っちゃった学生がいまして。明大前で接続取れますか。あー、1分だけな。ありがとうございます。入学式みたいですよ。くだらねえ。どうだったんですか？次の明大前で反対側の電車が待っててくれるから、急いで行っておいで。ありがとうございます。はい、間もなく発車します。発車まで1分お待ちください。乗ります。はい、発車します。これはちゃんと止まるよな。え、この電車は各駅停車です。次は下高井戸に止まります。よかった。新たな学校生活で楽しいこと辛いこともあると思いますが、各駅停車のように一歩一歩乗り越えていってください。素敵な一日を。起きろ！ご乗車ありがとうございます。やっべ、東京なんて初めてで乗り換え全然わからんや。ん？邪魔なんだよ。あ、すいません。そこで止まんなよ。あ、すいません。もう無理。お客様、お手伝いしますよ。どこまで行きたいんですか？一時の電車で品川へ行かないとで。あー、すぐご案内します。荷物持ちますね。ありがとうございます。ホームさん、一人乗ります。待って、なんか泣きそう。お姉さん、採用試験ですか？あ、はい、頑張って。何ですかそれ。うん、その笑顔で行ってらっしゃいませ。あ、はい。すいません、駅員さん。はい、どうされました？鉄道開業150周年を記念して街でインタビューをしてきました。え、それじゃご覧ください。電車がなかったら学校に行けないんで、青春をありがとうって感じです。彼と遠距離してるんですけど、いつも新幹線で彼の家に向かってる時間がドキドキで幸せです。通勤で使ってるんですけど、ほとんど遅れがなくてすごいなって思います。かっこよくて好きです。やっぱりあれだな、終戦の時に鳴り響いた汽笛の音、あれには勇気をもらったよ。たくさんの方の思いを乗せて今日も走ってるんですね。ご乗車ありがとうございます。おい、邪魔だ。あ、すいません、ただいま改札の点検を行っております。ここを通りたいんだ、どけ。ん？点検中ですので隣を使ってください。なんだクソ野郎、そんなしょうもない仕事して楽しいか。え、俺だったらな、そんな日の当たらないくだらない仕事まっぴらごめんだ。おいごろてめえ、お前は電気がつくことを当たり前だと思ってねえか。え、同じ時刻に同じ電車に乗れることが当たり前だと思ってねえか。なんだよ。お前が知らないところで日々の当たり前を守ってる人がいるんだよ。それを当たり前に思わせてくれる特別さがわからないか。え、当たり前の裏側には日の当たらないところで輝いてる人がいることを知ってほしい。おい、わかんないよ。え、豊橋駅まもなく発車します。どの出口に行けばいいんだろう。ん？
姉ちゃんどうかした？あの鶴橋の行き方が分かんなくて。鶴橋ってことは近鉄で行くの？はい、確か赤い電車で。八幡系のことだ。八幡系は特急火の鳥のことだから13時発の火の鳥63列車に乗れば大丈夫だよ。あ、はい。ここまっすぐ行った広小路改札出たらすぐだからね。ありがとうございます。詳しいんですね。違うの、子供が電車好きだから一緒にいると覚えちゃうの。僕も八幡系乗りたい。なるほど、本当に助かりました。じゃあ気をつけてね。バイバーイ。なんか泣けちゃう。五十嵐もう出ちゃうぞ。行っちゃっていいっすよ。またサボりか。待ってやるから乗ってけよ。たくか。ドアホームオーライ。五十嵐、学校まで遠くて大変だな。よく通ってるよ。2時間半車掌さんと一緒なのきついっすわ。こっちのセリフだわ。もっと近くに学校なかったの？俺天才なんでその辺の学校じゃレベル低すぎちゃって。よく言うわ。はい、お待ちください。五十嵐、着いたぞ。だる。いいから早く降りろ。だるー。頑張れよ。